スライザ・ファミリー・ストームはサンフランシスコを本拠地として活動したアメリカ合衆国の人種性別混合編成のバンドであるアバコドリーム名義によるシングルも2枚あるオリジナルメンバーではイタリア系の白人であるマルティーニとエリコを除く5人が黒人途中下入組は黒人と白人が1人ずつ1972年から 予備のサックス奏者としてパッとリッツォが加わった。スライストーンは1944年テキサス州、ダラスに生まれた。父ケイシー・スチュアートは教会の女祭。父はギターを弾き、母はゴスペルグループで歌うような音楽的に恵まれた環境で育った。幼い頃、一家でカリフォルニア州バレーホニー中。少年時代から音楽の才能を発揮し、 1952年には、弟のフレディア二人の妹と共に、スチュアートフォーというコーラスグループを結成し、オンザ・バトル・フィールド・オブ・ザ・ロードというレコードを吹き込んだことがある。バレーホの高校で、シンシア・ロビンソンと知り合った。スライは、スチュアート・ブラザーズや同級生を交えて、ビスケインズという人種混合ドゥアワップ・バンドを結成したこともある。スライは、 ダニース・スチュアート名義でも録音を行った。高校を卒業してから地元のコミュニティカレッジに進み、音楽理論を学ぶ。卒業後、1963年に DJ としてサンフランシスコのラジオ局クソルに入り、ビートルズやジェームス・ブラウンやボブ・ディランやローリング・ストーンズなど人種にとらわれない多様な音楽をオンエアした。この頃、スライはオータムレコーズ社で、 ボー・グランメルズや、ボビー・フリーマン、モジョメン、ビリー・プレストン、グレート・ソサイティ、ベジタブルズ、バーサ・テールマンなどのレコードをプロデュース。スライが手掛けた、ソウルシンガー、ボビー・フリーマンの、カモンスウィムは、ビルボード5位にまで上がる、大ヒットになり、才能の片鱗を見せた。同時に、彼自身も、数枚のソロシングルを出したが、ヒットを飛ばすには至らなかった。 1966年にシンシアたちとスライザ・ストーナーズというバンドを結成。同じ頃、弟のフレディがフレディザ・ストームソウルズというバンドを結成。このフレディのバンドにいたのがグレックである。1967年、ジェリー・マルティーニの呼びかけに応えて2つのバンドが合体し、スライザ・ファミリー・ストーンが誕生した。スライの末の妹ビエタは、 メアリー・マクリアリーやエルバ・ムートンと共にコーラスグループ、リトルシスターの一員として、スライザ・ファミリー・ストーンのバッキングボーカルに参加した。デビューシングル、I Ain't Got Nobody をロードストーンレコーズから出してヒットしたところ、CBS レコーズのクライブ・デイビスが評判を聞きつけてアプローチしてきたため、CBS のエピックレコーズと契約。1967年に、 ファーストアルバム A ホールニューシングとシングル UNDER DOG を出し評価はされたものの売り上げの面では失敗に終わった。デイビスからもっとポップな曲をと要求されたためしぶしぶ出したシングルが1968年2月の Dance to the Music だった。この曲はビルボードホット100の8位を記録しグループの名を初めて全米にとどろかせた記念すべき曲となった。 このシングルを出す直前に、ローズが参加している。彼女は、結成当初から参加を勧められていたが、地元のレコード店での安定した職を投げ打つ決断がつかず、先延ばしにしていたものである。アルバム、ダンス2ザミュージックの売り上げは好調だったが、次に出した、ライフは、商業的に成功しなかった。しかし売れ行きに関係なく、この2作のアルバムの影響力は絶大で、 1968年9月には英国ツアーも予定されていたが、コンサートはキャンセルとなった。1968年11月、シングル Everyday People をリリース。バンドにとって初めてのナンバーワンヒットとなった。この曲は人種差別はもちろん、あらゆる偏見を否定する曲であり、全盛期のスライザ・ファミリー・ストーンの考え方を代表している。 1969年5月にアルバムスタンドをリリース。300万枚を売り上げ、60年代に最も成功したアルバムの一つとなった。8月にはウッドストックフェスティバルに出演し、愛と平和と人種統合の理想を背景に時代の長寿となった。同月に発売したシングル Hot f i n ン・ The Summer Time は全米チャートで2位。 12月に発売したシングルサンキューは1位を記録するなど人気はとどまるところを知らなかった。しかし、同じ頃すでにリーダーのスライストームは麻薬中毒に侵されていた。黒人の自立を解くブラックパンサーはスライに対して白人のグレッグとジェリーをバンドから追い出し、もっと黒人寄りの曲を作るように圧力をかけた。スライは薬物の影響で精神的混乱をきたし、 ラリー・グラハムとの仲も険悪になってしまう。70年頃からは、コンサートで大幅な遅刻や、キャンセルをしてしまうなどの気候が目立つようになってしまう。そのために、バンドは分解状態となり、プロモーターからも見捨てられてしまう。ラリー・グラハムはやがてバンドを解雇され、グラハムセントラルステーションを結成した。 1975年1月には、ラジオシティミュージックホールでの公演の大失敗を機に、とうとう活動を停止した。そんな時期でも、輝きを放ったアルバムが、1971年11月の、暴動である。このアルバムは、以前のロックとポップサウンドを演奏したスライとは、大きく異なる、暗いトーンながらも、非常にファンキーな作品に仕上がった。ブーチー・コリンズは、このアルバムを、 自身のフェイバリットに挙げている。シングルカットされたファミリアフェアにより3度目の全米チャート1位を獲得した。1973年6月アルバムフレッシュを発表。同アルバムにはヒット曲 If You Want Me Is t a y が収録されている。このアルバムは勢いのあった時期のスライのファンキーな作品として評価された。同作品ではドラムが アンディニューマークに交代している。スライは女優キャシー・シルバと結婚し、ブッパという息子を授かったが、74年以後のアルバムは制裁を書いているとの評価がある。70年代後半の佳作としてはグリーン・アイド・モンスターがある、緑の目をした怪物少女がある。以後、スライはソロアーティストとして数枚のアルバムを出したが、いずれも前世紀ほどの評価は得られなかった。 弟のフレディストーンは、グラハムセントラルステーションでの活動を経て一時、小ビジネスの世界を離れ、薬物中毒を治療して、故郷、ベレーホで、牧師となったが、カムバックし21世紀も、音楽活動を続けて、CD をリリースしている。ローズは、1976年にモータウンから1枚だけ、アルバムを出した後、やはり、小ビジネスの世界から足を洗い、 フレディの教会で歌っている。1980年代前半には、ジョージ・クリントンやボビー・ウーマックの手助けで音楽界への復帰を試みた。スライは、ファンカデリックの81年のアルバムに参加している。1980年代後半に、麻薬中毒から回復し、元タイムのジェシー・ジョンソンのアルバム、ショックカデリカにも参加した。その後、女女手2名と共に、 カリフォルニア州ナパバレーで長らくイントン生活を送っている。時には自宅のスタジオで新曲を録音することもあり、その中の数曲はブートレグとして流出している。2005年8月15日、妹、ベッドが参加しているファミリーストーントリビュートバンド、ファンクファミリーアフェアのロサンゼルスコンサートにスライも加わって久しぶりに人前に姿を現し、 演奏の真中ヘルメットをかぶったままだったものの、往年のファンたちの間に話題を呼んだ。11月、スライはこのバンドをザ・ファミリー・ストーンと改名した。この他、ジェリー・マルティーにはザ・ファミリー・ストーン・エクスペリエンスというバンドを結成し、スライザ・ファミリー・ストーンの伝説を継承すべく努めている。2006年2月8日、スティーブン・タイラーたちによるスライへのトリビュートアルバム、 ディファレントストロークスバイディファレントフォークスがグラミー賞にノミネートされたことに伴ってグラミー賞受賞式の会場に金髪、モヒカンサングラス、銀ラメスーツ姿のスライが登場しクレックエリーコやシンシアロビンソンやベッドストーンたちと共に I want to take you higher を演奏した2007年7月7日スライザファミリーストーンが結成40周年を記念し カリフォルニア州3のゼで20年ぶりにステージ復帰を果たした。しかし、前座のバンドのパフォーマンスが長引き、彼らが登場した時点で、すでに指定制限時間を過ぎてしまっていたため、15分間で2曲半を演奏したところで警察によって遮断されてしまった。同12日からは、イタリアのペルージャを皮切りとして、同15日のオランダのジャズフェスティバル、同19日のフランス、 同22日のイギリス、フランスのパリ、イギリスのボーンマス等を回るツアーを観光。ニースでは公演開始10分でスライがステージから立ち去ってしまい、残されたファミリーストーンが観客を盛り上げ続ける一幕があった。30分後に大きなサングラスとベースボールキャップ姿のスライが再び現れ、もう10分歌ってステージを後にした。 その後のミニワールドツアーでも公演はいずれも短時間だったが、復帰を喜ぶファンからは声援が送られた。2008年8月31日、東京ジャズ2008、9月2日、ブルーノート東京で初来日公演を行った。この東京ジャズの公演には、ニューミュージックの音楽家も来て、ファミリアフェアを聴いて泣いたとのことである。なお、 ジョニー・ギター・ワトソンの1981年のアルバムジョニー・ギター・ワトソンザ・ファミリー・クローンのようにスライザ・ファミリー・ストーンの名前をアルバムタイトルでパロディ化した作品も存在する。2010年代には久しぶりにスライの状況がニュースとして報道されたが、それは著作権を手放しトレーラーハウスで生活しているという知らせだった。ありがとうございます。